家庭菜園ライフ。目黒区で菜園をやっている西川です。今日は害虫を寄せ付けないシソやバジルの栽培のポイントについてご紹介します。これからの時期、シソやバジル非常に水を好む野菜ですから、梅雨を迎えてどん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 成長していきます。温度も上がってきますので、成長の速度は目を見張るようなものがあります。ただもともと害虫に強い作物なのですが、それでも害虫の被害に遭うことがあります。今日はそのような場合の対処の方法についてご紹介していきたいと思います。最後にご質問にもお答えしますので、ぜひご覧になってください。それでは行ってみましょう。それではまずシソやバジルにつく害虫についてご紹介していきます。これからの時期、多いものについてご紹介していきます。一つ目はハダニです。これは家でプランター栽培していても、お庭で栽培していても非常に多い害虫です。乾燥すると発生してくるので、例えばエアコンの室外機の横に置いていたり、真夏になってくると発生してきます。見た目が悪いシソやバジルになるので、被害を最小限にしたいと思います。非常に食欲が旺盛で大きな被害をもたらします。捕殺は比較的大きいのでやりやすいかもしれませんが、すぐに飛び跳ねますので、捕殺することは少し苦労があると思います。爪です。ヨトウムシです。冬越ししたヨトウムシがそろそろ子孫を産んでいたものが活動を始める時期です。食欲旺盛なので、あっという間に葉をボロボロにしてしまいます。最後がアザミウマです。こちらも見つけるのがかなり難しい害虫ですが、ウイルスを媒介させたりするので、その点も厄介です。その他アブラムシなどもいますが、夏場はあまり活動が活発ではないので、冒頭にご説明した害虫の方が厄介だと思います。それでは実際に現在のシソの状況を見ていきましょう。こちらを見ていきましょう。このようにボロボロのシソがあります。隣のシソを見ると、この食べ方は芋虫系の可能性があります。ヨトウムシがいるかもしれません。葉っぱを移ってみます。芋虫なら落ちてくる可能性があります。いないようです。バッタの場合もこのような食べ方をしますので、バッタの可能性も否定はできません。こちらもちょっと見ていきたいんですが、少し違った食べ方になっています。ヨトウにしたら糞もない。原因となった虫がはっきりとはわからないんですが、かなり大きく食害されていたようです。今歯が元気になって新しいものには何も影響出ていないので、このように成長過程でまだ元気でない時にやはり害虫被害に遭いやすいということだと思います。このように元気になってくると新しい歯は丈夫に育ってきていますので、これから大きな影響はないかと思うんですが、できるだけ早い時点で原因を特定していきたいと思います。こちら下を見てみると結構食べられているんですが、上の方は元気に育って、虫の被害もない状況です。ということで、まずは害虫がいないかどうかしっかりチェックをして、見つけたら捕殺をしましょう。赤じその方は比較的被害が少ないです。このように大きくなって元気になってくると被害も減ってきます。それでは対策について何点かご紹介していきます。まず一つ目です。カマキリなどを見つけたらシソの近くに放しましょう。カマキリは益虫なんですが、バッタなどの大きな害虫も捕食してくれますので、畑にとっては非常にいい益虫です。大きいバッタはなかなか敵がいませんので、カマキリなどを放しておくと個体数を減らしてくれます。やってみてください。2つ目です。摘心をして元気な脇芽を伸ばしていきましょう。栽培初期の葉っぱは食べられやすいんですが、摘心した後の脇芽などは勢いもよく、シソ自体にも抵抗性がありよく育ちますので、そういった芽を増やすようにしてください。では実際に摘心をしていきましょう。はい、こちらの青じそでやってみます。このように一番最初の枝、これを摘心します。このようにしますと、この脇芽がどんどん伸びてきます。さらにこの脇芽が伸びてくると脇芽も摘心します。すると新たな脇芽が2つ分かれて出てきますので、どん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 成長が期待できます。食害が多い場合でもこのようにして綺麗な葉っぱを伸ばすようにしてください。続いてのポイントです。肥料過多にしないようにしてください。特に窒素が多いとシソは弱々しくなって、抵抗性がなくなります。バジルについても同様です。特にシソ、バジルはえぐみや苦みも出てきますので、その点注意して、肥料過多にならないようにしてください。追肥はほとんど必要ありませんので控えていただくようにお願いしたいと思います。今シソの摘心の方をまずご紹介しましたが、バジルも同様です。
バジルも最初の幹をそのままずっと育てますと脇芽が育ちませんので弱々しい細長い樹形になってしまいます。摘心を重ねて脇芽を多くして株自体を大きくするというのがたくさん収穫して元気なバジルを育てるコツになります。シソバジルのどちらも摘心をしながら脇芽を大きく育てて株自体を大きくするというのが栽培の最大のポイントになりますので皆さんも思い切って摘心をしてください。初心者の方で摘心をするのを恐れられている方がおられますが下葉3段ぐらいが残っていればもうそこから摘心しても何の問題もありません。摘心を的確にすることでたくさん育てられますので皆さんも怖がらずにぜひやってみてください。摘心をやって収穫できれば虫食いの葉っぱは除去しても構いませんのでやってみてください。最後のポイントです。木作液やニームオイルなど強い匂いのものをうねまに撒いていきましょう。シソは葉っぱを食べますからあまり葉に直接薬剤や自然農薬をかけない方がいいと思います。そこでこの木作液やニームオイルを薄めて散布していきましょう。木作液は300倍から500倍、こちらのニームオイルは1000倍から2000倍、この程度の希釈率が良いと言われています。これをうねまに撒いていきます。では実際にやってみます。こちら 500ml のペットボトルで水が今入れられていますのでこちらに300倍に薄めたいと思いますので今回の場合約 1cc 程度の木作液を 500ml の水に入れて希釈します。次にニームオイルですが1000倍程度に薄めますのでこれは数滴垂らすことで問題なく希釈倍率が達成できます。こちらが木作液を300倍に薄めたもの、こちらがニームオイルを1000倍に薄めたものです。では実際に撒いていきます。こちら木作液ですがこのようにうねまに撒きます。かなり匂いは強いので虫が忌避する薬剤になります。同じくニームオイルも虫が忌避する匂いを発しますのでこれもうねまに巻いていきます。どちらもある程度揮発性なのでやはり2週間に1回程度には改めて散布するというようなことを考えてください。1回巻いたからということで忌避が継続するわけではないのでやはり忘れずに前回巻いた時からもう時間が経ったなと思ったらもう一度再散布するということを心がけてください。忌避剤の場合は殺虫するわけではないので完璧ではありません。予防の意味でかけていきましょう。今回ご紹介したポイントでシソを元気に育てて追肥なども少なめに育てるというのも重要です。組み合わせてやってみてください。それでは質問コーナーです。こちらのジャガイモの動画にコメントをいただきました。太陽熱消毒のためにマルチをしたらどのぐらいの期間そのままにしておきますかというコメントです。これは時期にもよると思います。やはり太陽熱消毒は畝の表面温度で70度以上に上がってほしいと思いますので例えば7月頃の晴天が続く頃であれば2週間程度でも十分だと思います。一方温度があまり上がらない時5月の終わり6月の初めというような時には1ヶ月程度必要になるかもしれません。できれば地温計を持って測っていただいて地温が十分上がったなと思ったらもう外していただいても結構だと思います。最低でも10センチぐらいの深さで60度程度の温度になる日が2日3日続けばそれで十分効果が出ていると思いますのでそんなに高くはありませんので購入して実際に測ってみて試してみてください。今日はシソバジルの害虫対策についてご紹介しました。この動画が面白かった方はチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた。